はい、どうもこんにちは、ごっぱちです。今日はアマゾンで行われていたプライムデーでのセールで買ったものをこれから簡単に紹介したいと思います。個々の商品については後で動画を一つ一つ上げようかなというふうに思っていますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。では早速1個目開けてみたいと思います。じゃあ開けます。いっぱい、はい、まず1個目、 Amazon で購入した SSD1TB になります。こちらです。はい、これはプレイステーション4用に購入しました。これですごい早く読み込みや書き込みができるそうなので、早くねプレイステーション4に入れたいと思います、はい、で、あともう一つ、ゲーム実況で欠かせないもの、こちらですね。はい、これはマランツのポットパック1というコンデンサーマイクになります。これもねセールで売られていたので、これもね取り付けたいなというふうに思っております。はい、でこちらの商品詳しい内容については下にリンクを貼っておきますので、そちらもご参考にしていただけると幸いです。はい、この箱に入っていたのは全部ですね。まず1個目ですが、 Amazon の Fire Stick、 これは 4K 対応のものです。今自分の家には 4K 用のディスプレイやあとテレビというのがないんですけれども、フル HD 用の Fire Stick よりも処理速度が速いので動作がサクサクになるのかなと思って、今回こちらの Amazon Fire Stick 4K タイプのものを購入しました。はい、であともう一個、これですね。はい、これも Amazon セールで購入したんですが、あーちょっと思ってたのとちょっと違うなはい、これです。はい、あ気持ちいい。これはジムにも似たようなものがあるんですけど、ちょっと想像よりもちっちゃいのが届いちゃいました。ただねこれね、寝てる時に、ま、首にこうグリグリやってマッサージするのと、あと寝込みながら、これはいい、やばい、あーちょっと腰も、うん、ちょっといつも通ってるジムのよりサイズは二回りぐらい小さいんですけど、これもこれで、気持ちいい、おお、こうやってねジムにあるやつではこうやっていつも腰をマッサージしながら、スマートフォンをこう見ながら、ストレッチをこうやって、やってるんですよ。気持ちいい。
ちゃんと商品説明してなかったですね。このゴツゴツしたこの突起物がですね、体のツボというツボに当たって気持ちいいというこういうポールになります。はい、気持ちいい、気持ちいい、ということで、こちらの商品は、詳しい商品の内容についてはリンクを貼っておきますので、そちらをご確認していただけると幸いです。はい。